近年では航空機もどんどん進化していってるね。空中での給油も普及されていっているからな。こうやって SF の世界もだんだん現実になっていくって考えると、すごくロマンがあるよね。昔は空中での給油どころか人が空を自由に移動することすら夢のようなことだっただろうからね。人類の進歩って凄まじいよな。そうだね。さて今回は、航空自衛隊の新型空中給油輸送機の1号機は10月末に美保基地に配備、予定されることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年10月29日、航空自衛隊に新型空中給油機 KC-46A ペガサスが美保基地に配備されたよ。この給油機はなんと、F-35B 戦闘機やオスプレイにも給油が可能であり、日本も続々と納入していく予定らしいね。護衛艦水もにも展開できるし、海と空の共同作戦もどんどん変化していき、運用幅も広がっているぜ。航空自衛隊では KC-46A を6機調達する計画で、2018年までに2機発注、2020年度に4機追加、全6機が鳥取県にある美保基地の第405飛行隊に配備されるぜ。美保基地に到着後は同基地において展示飛行と合わせて防衛省中国四国防衛局が騒音測定を行うことになっているんだって。今回納入された KC-46A はアメリカのボーイング社が自社の民間機である 767-200ER を改造したもので、米空軍はすでに179機を発注、自国以外では日本が初めての導入国で1機約270億円の価格となっているよ。航空自衛隊ではボーイング社が開発した KC-767J 空中給油輸送機4機を愛知県小牧基地の第404飛行隊に配備、運用する計画もあったけど、将来的な作戦遂行のためには4機だと不十分であることが明確となり、8機以上の導入を検討していたらしいんだ。しかし、KC-767J が高額なため、4機までの調達を止めて検討を続けた結果、米空軍が100機以上の新規導入を検討していた KC-46A の導入を決定したようだな。ボーイング社では新型コロナの影響で同機の製造が遅延していたが、今年8月16日には航空自衛隊41号機の飛行試験を行い、米空軍の同型機との間で空中給油の送油と給油を相互に実施され、空中給油が無事に成功したぜ。KC-46A ペガサスってどんな空中給油機なの？ KC-46A ペガサスの初舷は全長 50.5 メートル、全高 15.9 メートル、翼幅 48.1 メートル、最大離陸重量は188,240kg で、乗員は3名で操縦士、副操縦士に空中給油機を操作するオペレーターが乗り込むものとなっているよ。コックピットは同社の民間機787のグラスコックピットシステムと同等の15インチディスプレイが採用され、エンジンはアメリカのプラット&ホイット2社製の PW4062 が搭載されており、空中給油装置は KC-10 エクステンダーと同じフライングブームの改良型で、給油オペレーター専用の 3D ディスプレイが採用されているんだって。ブローブ&ドローブ方式による給油が可能で、現在導入を進めている F-35B ライトニング2戦闘機や UH-60A 救難ヘリのほか、陸上自衛隊が導入する MV-22B オスプレイへの空中給油も可能となり、航続距離が短い F-35B にとっては嬉しいサポート機になるだろうな。空中給油が可能になるだけで、戦術の幅がぐんと広がるよね。現在運用中の KC-767J はブローブ&ドローブ方式による給油方式に対応していないが、KC-46A での運用結果を検証した結果、KC-767J に追加装備をするかどうか検討中なんだって。機体のキャビン床下にある燃料タンクは装甲が施されていて、被弾の際の誘爆を防ぐために不活性ガスが充填されているよ。同機の地上旋回半径は39メートルであり、滑走路幅が45メートル程度の中規模の滑走路でも運用可能となっていて、日本の当初にある小さな空港でも運用可能とされていて、防衛省では、陸上航空基地が少ない南西諸島周辺での作戦を遂行する上で大変重要な役割を果たすだろうね。空中給油機は一般的に製造コストに配慮して旅客機や輸送機、爆撃機を改造して製造されることがほとんどであり、新たに製造しているのは米空軍と仏空軍のみであり、米空軍では世界に展開する意味もあって700機以上の空中給油機を保有しているほか、世界各国の空軍で米空軍中古機などを利用しているぜ。その理由は、現在の戦闘機や爆撃機が参加する作戦の飛行時間が長くなっていることが考えられるな。現在戦闘では刻々と変わる様々な情報を瞬時に分析して、リアルタイムに作戦が変わっていくが、
その都度航空機に必要な装備を搭載して離陸させていたのでは間に合わないことが考えられ、それならばあらゆる事態を想定した装備を搭載した航空機を空中で待機させておけばすぐに対応することができるわけだな。空中待機している戦闘機や爆撃機には燃料補給が必要となり、その度に着陸させていたのではその間に気を逸してしまうことが考えられるからね。その間に別の戦闘機や爆撃機を離陸させて待機させておけば良いと思うが、一つの任務に対して倍の機体とパイロットが必要となるため、すべての状況に対応することができなくなってしまうんだ。やはり空中給油機を待機させて、戦闘機や爆撃機は着陸させることなくパイロットの体力の限界まで上空で任務に当たらせることが望ましいんだろうね。しかも、有事の際には早期警戒管制機や哨戒機を継続飛行させなければならなくなり、これもまた空中給油機を待機させることによって長時間任務に耐えることができるんだ。こういった固定翼機だけでなく、ヘリコプターなどの回転翼機や MV-22 オスプレイなどのテルトローター機においても空中給油は有効であり、一般的に航続距離が短いため空中給油を行うことによって、災害救助など長時間現場に泊まる必要がある任務では必須となるぜ。軍事的な意味合いもそうだけど、災害救助でも応用が効くから自衛隊にとってはとっても助かるよね。なお、米海軍では大型機の発着艦ができないため、艦載機に給油用ボットを装着して艦載機への空中給油任務を可能としているな。これは艦載している小型の対戦哨戒機の兵器搭載用ハードポイントに、いわゆる増装タンクに給油ホースをつけた燃料ボットを取り付けて他の艦載機に給油するシステムなんだぜ。この方法を使えば米海軍の FA-18 スーパーホーネットもこの給油ポットを装着して、同じ FA-18 に空中給油を行うことが可能となり、高速で移動しながら給油できるが、給油できる燃料の量が増装タンク分に限定されることが若干デメリットになるんだよね。航空自衛隊で空中給油機を保有することで、攻撃機の航続距離を伸ばすことにつながる空中給油は自衛隊が敵国への攻撃能力を保有することになる、とサハ議員を中心に反対されていたため、世界の空軍が空中給油機を保有する流れから遅れを取っていたが、2007年になってようやく保有許可が出て4機の KC-767 を一気に導入し、今回6機の KC-46A の導入につながったということなんだよな。現在の航空自衛隊の作戦機数を考慮すれば10機程度の空中給油機では、到底任務遂行に耐えれないことは明白であり、今後はコスト削減を図りながら導入機数を増やしていくことが重要だと示唆するよ。そもそも、自衛隊には必要ない部隊も複数存在するのだから、そこも見直していく必要があるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。また次の動画も見てね。待ってるよ。ありがとう。ありがとう。